左からグイドフルベッキ、SR ブラウン、デュアン、シモンズ、デュアン B ・シモンズ -1889、18年は、医師でアメリカ・オランダ改革派協会が日本に初めて派遣した宣教師の一人である。横浜で医療活動を展開し、宣教師、ジェームス・カーティス・ヘボンと共に、横浜の近代医学の基礎を築いたと言われる。横浜市立大学附属市民。 総合医療センター内には、シモンズ博士記念碑がある。1834年シモンズは、ニューヨーク州に生まれた。1858年に、アメリカ・オランダ改革派協会の日本、派遣宣教師として選ばれて、1859年5月に、S.R. ブラウンとグイド・フルベッキと共に、ニューヨークを出版して、上海に寄港した後、1859年11月に、 ブラウンと一緒に横浜に上陸した。シモンズ夫妻はヘボンが住んだジ仏寺の近くの総教寺に居住した。しかし、翌1860年にミッションを辞任して、宣教師の活動を停止し、ミッションにより預かった伝道費用を全額返還した。シモンズ夫人のことが原因とも言われるが、宣教師辞任の理由の詳細は不明である。そして、辞任後も、 医師として日本に泊まり、医療と医学教育に力を注いだ。宣教師を辞めた後も、ブラウンとは交流があり、ブラウンが日本を去る際はシモンズが診察している。1870年に発信地フスで苦しんでいた、福沢諭吉を治療したことがきっかけで、シモンズと福沢は生涯信仰を厚くした。1871年に横浜元弁天に、 林雄敵らが建設した従前委員に勤務し、更新の指導にも当たった。1880年に退職した際、その功績により、訓後等総工局実証が贈られている。1882年に一度帰国して、ニューヨーク州モントゴメリー軍ホンダで休養を取り、1886年2月21日に再来日している。百八十八年の夏頃から、 病気がちになり、福沢に、慶応義塾内の住居を与えられて静養するが、1889年2月19日に、三田の慶応義塾内にあった自宅で母親に見取られて、死去した。墓姫は福沢が執筆し、青山に葬られた。ありがとうございます。